今のお気持ちをお聞かせください。先週に引き続きホームゲームで、たくさんの人に、試合を見ていただいて、勝つことができたんですごく嬉しいです。苦しい場面もたくさんあったと思います。山田選手的な勝利のポイントを教えてください。VC 長野さんすごい粘り強くて、うちの良さを逆に向こうの、VC 長野さんが出されたという結果なんですけど、我慢強く攻め続けることができたので、それが要因だと思います。それでは明日もここエントリオで VC 長野トライデンツとの試合があります。明日の試合への意気込みお願いします。明日は、もっと自分たちの強さをもっと出して、皆様に、いい試合を見せれたらなと思います。それでは最後に会場のファンの皆様へメッセージをお願いいたします。本日は応援ありがとうございました。僕たちはまだ、
成長している途中だと思うので、皆様と一緒に、強くなっていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。